キャプテン・フィリップスは、ポール・グリーングラス監督、トム・ハンクス主演による2013年のアメリカ映画で、ある。2009年に発生したマースク・アラバマ号、乗っ取り事件で、ソマリア海賊の人質となった、リチャード・フィリップスを描く電気映画であり、フィリップスとステファン・タルティによる、書籍、キャプテンの責務をもとにビリー・レーが脚本を執筆した。制作は、スコット・ルーディン。 マイケル・デルカ、デーナ・ナブルネッティである。2013年9月にニューヨーク映画祭でプレミア上映された後、10月11日より北米で一般公開された。2009年4月、ソマリア人漁師のアブディワリ・ムセたちは彼らのボスから金を稼ぐよう強要され、ムセはノール・ナジェとアリド・エルミ、10代半ばのアダン・ビラルを連れて海賊行為を準備していた。 リチャード・フィリップス船長が舵を取るコンテナ船、マースク・アラバマ号は、アデン湾からモンバサへ向かう、途上のソマリア沖で訓練を開始する。武装集団のボートの接近を発見した、フィリップス船長は、海賊行為を警戒して、警備対策を強化し、海賊の追跡を振り切る。翌日に無セたち4人のソマリア人海賊が再び、荒れ、フィリップスたちはホースで放水して、 追い払おうとするが、海賊ははしごを使って、船に侵入して、シージャックされてしまう。海賊がブリッジに乗り込む前に、フィリップスは、乗組員を、機関室に隠れさせる。海賊に脅されたフィリップスは、リーダーのムセラを、乗組員のところに連れて行くと見せかけて、密かに、乗組員へ海賊が行く場所を知らせ、彼らが隠れられるようにする。乗組員たちも連携して、 海賊の隙を探し、海賊リーダーのムセを捕らえ、人質にする。乗組員たちは、ムセを解放する条件として海賊に下船を求めるが、海賊は救命ボートに乗ると船長を解放せずボートを海へ落とし、船長は人質として連れ去られてしまう。ムセたちは村に戻り、フィリップスを人質に身の白金を得ようと考えるが、通報を受けた駆逐艦。 ベインブリッジに発見される。艦長のカステラーノはフィリップスを解放するように交渉を持ちかけるが、ムセたちに拒否されてしまう。救出作戦はシールズが主導して計画が進められ、一方でフィリップスは隙をついて救命艇から逃げ出すが、失敗して連れ戻されてしまう。シールズは村の長老たちを呼んで身の白金交渉を行うと告げ、ムセは交渉するため、 ベインブリッジに向かい、シールズは救命艇に残った海賊たちの狙撃準備に入る。フィリップスは家族への手紙を書き始めるが、ナジェに手紙を取り上げられ、激怒したフィリップスと殴り合いになる。ナジェはフィリップスを拘束して殺そうとするが、狙撃ポイントに救命艇を誘い込んだ、シールズの狙撃でナジェたちは射殺され、ムセもベインブリッジ内で拘束される。 救出されたフィリップスは家族との再会を果たし、1年後に船長の職務に復帰する。トム・ハンクスとリチャード・フィリップス2010年にリチャード・フィリップスの回想録、キャプテンの責務が出版された直後、ソニー・ピクチャーズは映画化権を獲得した。2011年3月、ビリー・レイによる脚本草案を読んだ後にトム・ハンクスがプロジェクトに参加した。 6月、映画監督のポール・グリーン・ブラスにオファーされた。脇役となるソマリア人キャストは世界中で探された。ミネアポリスで行われたキャスティングコールの結果、集まった700人のうち、バーカット・アブディ、バーカット・アブディ・ラマン、ファイサル・アメットマハト・エム・アリが選ばれた。キャスティング担当のフランシーヌ・メイズラーは、彼らは、 グループ分けした中の1グループで4人全員が知り合いだと知り、彼らが同じグループになったのは自然な流域だと話し、リハーサルの時間にバーカット・アブディがリーダーの役割を担ってリハーサルを行っていたとも語った。マースク・アラバマ号の救命ボート制作人は実際に船長が拉致される際に使われた5トンのファイバーグラス製救命ボートを見に、 ナショナルネイビーユットシール博物館を訪れ弾丸の痕跡などを確認し、正確にボートとセットを再作成した。また彼らは博物館に展示されていた危機監視に使われたボーイング飲出者製の無人航空機スキャンイーグルとシールズが使用したスナイパーライフル SR-25 なども見ることができた。また監督が ネイビーシールズの会場での射撃は本物に勝るものはないとして民間人シールアドバイザーのエリック・ケイシーの協力を得てスナイパー役の元シールズ隊員を10人確保した。ケイシーは大規模なトレーニングをしないでシールズの動作やスキルを真似することは難しいと語った上でシールズ隊員のスキルなどは多くのトレーニングを経てやっと手に入れたもので。 誰にでも簡単に教えられるものではないと説明した。インタビューで、ポール・グリーングラス監督は、原作に多くあったフィリップスと妻のやりとりをカットし、自身が描きたかった会場で、何が起きたかに焦点を当て、新たに事件について3、4ヶ月の期間リサーチをして、脚本を仕上げたと語った。そして、撮影は監督の意向で大半を実際に船からのロケで行ったが、 波がひどい日もあって、スタッフが船酔いになったりと撮影は大変だったという。ラストシーンでフィリップス船長を手当てするオブライエン看護師長役のダニエル・アルバートは実際の海軍衛生兵であり、撮影がほとんど終わった後に急遽撮影に参加してもらい、監督は彼女に訓練のつもりでやってほしいと話し、何テイクかやったがそのおかげでリアリティが出たと語った。 トム・ハンクスについて、この役に必要なものをすべて持った完璧な人物。逃すことのできない大きなチャンスだったと語り、本作に参加する理由の一つとして、彼の存在を挙げ、人間としても素晴らしく、映画制作というチーム作業に対して、とても献身的であり、エゴがないとも語った。また、ストーリーについても、興奮を呼び、非常にドラマティックな物語と述べ、 フィリップス船長と海賊のリーダーという素晴らしい二人のキャラクターが登場する。誠実で責任感は C が平凡な普通の男と残忍でずる賢い男がそれぞれの立場ならではの強い信念を持って対決する。そして劇中に登場する海賊は本物の海賊でありハリウッド的なファンタジーから生まれた海賊ではないなど魅力を語った。トム・ハンクスは リチャード・フィリップス船長を演じるにあたって、実際に3回フィリップス船長に会い、会場勤務の日課やそれ以外の日常について細かく質問をして役作りを行った。ハンクスは船長について非常に感じがよく面白いが、仕事に対しては真面目な人物、熟達した小船員で仕事に誇りを持っている。船員、船。 貨物に対して責任感があると語った。また、ソマリア人海賊について、彼らの背景には腐敗した貧しい国があり、絶望的で希望がない状況で、非常に複雑な背景を持っていると話し、監督が言った、最も危険なことは、生きる目的のない若者に銃を与えることだという言葉に同意し、彼らの悪事を許すわけではないが、 複雑な背景を描くことに意義があると語った。本作が映画デビューとなるバーカッド・アブディは泳ぐことができないがコンテナ船に乗り移る場面で梯子を登る方法を学ばなければならなかった。梯子を登るときは水の恐怖を考えないように上に登ることだけ考えていたと語った。海賊の役作りに関しては特にモデルがいるわけではない。 命がけの海賊がどんなものか、もちろんいろいろリサーチもしたが、あとはイマジネーションを働かせて演じたと述べた。また、海賊役の俳優たちは、海賊になりきるためスタントコーディネーターのロブインチによって、まるで、ブートキャンプのような何週間にも及ぶ訓練を受けた。主要撮影は2012年3月26日より、始まった。バリー・アクロイドは、 ドキュメンタリー作品の撮影で使用されている3 5ト、mm、ルフィルムカメラのアトーンペネロープを主に使用して撮影を行った。フィルム撮影を選んだ理由をアクロイドはデジタル撮影するときはほとんどの場合フィルムの美しさを得ようとする。その上、海賊の小舟、コンテナ船の水しぶきを撮影することを考えると電子カメラでは感覚が得られないと述べ、 フィルムカメラは100年以上前からあるシンプルで伝統的な技術で車がまだ内燃機関を使っていることと同じとも語った。また、アクロイドは海賊に焦点を当てた場面では 16mm フィルムカメラも用いた。その理由を 16mm の粒子の粗さと質感が効果的だと思ったことも理由の一つだが、 1 6トルにしたかった本当の理由は12倍ズームができることだと語った。撮影は地中海のマルタ沖で行われた。また監督はプロダクションデザイナーのポール・カービーにソマリアのエイル村、コンテナ船、軍艦、救命艇の4つの異なるセットを任せた。カービーは現実と想像の世界をシームレスにつなぐセットを心がけたと述べた。 マースク海運の協力を得られることになり、撮影に使えるコンテナ船を探したが、コンテナ船は1年間ずっと貨物を運ぶために運航されているため難しいと思われたが、マースク海運から利用されていないコンテナ船が丸太沖に停泊していると知らされ、撮影期間のうち9週間は、コンテナ船、マースクアレクサンダー号を上で行うことができた。また、駆逐艦も軍事に備えているため、 撮影に使うことは簡単ではなかったが、海軍の全面協力を得られ、実際の救出に使われたアーレーバーク級ミサイル、駆逐艦ベインブリッジの姉妹艦で、修理した手で2ヶ月の鳴らし公開を必要としていたトラクスタンを任務の一環として撮影に使わせてもらえることになり、トラクスタンの乗組員も撮影に協力した。軍艦は、 港から7マイル離れて航行しなければならないため、港に出入りすることが難しく、スタッフは小さなボート7、8隻に15人から20人が乗って、会場に停泊した軍艦に乗船した。今までのハンクスの演技の中で最高と言われるラスト10分間のシーンは、リアリティを出すためグリーングラス監督の即談で撮影を行い、 ハンクスはアドリブで演技し、さらに実際の駆逐艦乗組員を参加させた。また、フィリップス船長と海賊たちが初めて戦場で顔を合わせるシーンの撮影では、リアルな緊張感を出すべく、演じる俳優陣は撮影時まで顔を合わせることはなかった。映画音楽はヘンリー・ジャックマンが作曲した。アルクレイとジャック・ドルマンが追加の音楽を作曲し、同様にハンス・ジマーと 映画音楽会社のリモートコントロールプロダクションの作曲家も参加したが、ハンス・ジマーはクレジットされなかった。サウンドトラックアルバムは2013年10月15日にバレーズ・サラバンド・レコーズより発売される。その他に下記の楽曲が使用された。映画批評集積サイトのロッテントマトズでは2013年12月17日現在、 220件の批評家レビューがあり、支持率は95%、平均点は10点満点中8.3点となり、フレッシュ認定され、スマートかつ力強い演技、そして非常に強烈で、キャプテン・フィリップスは正しいハリウッド電気映画と、また一つ華麗な演技を披露したトム・ハンクスを映画ファンに提供すると、総意が出された。メタクレティックでは48件のレビューがあり、 過重平均値は83、100点となっている。9月28日より開催された2013年度のニューヨーク映画祭のオープニング作品として上映され、批評家からは賞賛された。中でも、監督、脚本、撮影、そして出演俳優では、トム・ハンクスとバーカッド・アブでの演技は、評価が高かった。多くの批評家が、 本作でのトム・ハンクスの演技はキャストアウェイ以来の最高のものだと評価している。音楽ジャーナリストの沢田太陽は本作の音楽をアクション映画のステレオタイプみたいなスコアと評している。マースク・アラバマ号の乗組員の中には本作においてフィリップス船長が英雄のように描かれていることに不満を持っている者がいる。機関長のマイク・ペリーは CNN のインタビューで、本当のストーリーを伝えていないと主張した。リチャード・フィリップス船長本人は、現実はこの映画よりもひどかった。しかし、トム・ハンクスの演技も素晴らしく、重要な部分は描ききっている。と述べている。また、誰が何と言おうと、自分は英雄ではないとも述べている。キャプテン・フィリップスは、 公開発週に25718,314ドルを稼ぎ、ランキングでゼログラビティに次に2位となった。2014年2月10日、現在、アメリカ合衆国では1億674万4,896ドル、その他の国で1億1,070万42ドルを稼ぎ、合計額は2億1,744万4,938ドルとなっている。 日本においては全国471スクリーンで公開され、公開第1週目の土日2日間で動員11万2789人、公衆1億2336万2900円を記録し、週間興行収入ランキング5位となった。日本ではソニーピクチャーズエンタテインメントよりブルーレイ DVD が発売。ブルーレイの初回生産分には、 映画初コラボレートとなるニュースウィーク特別書き下ろし、冊子が封入している。またソフト発売に先行して、2014年3月5日にデジタル配信される。ありがとうございます。